ドベライ半島とは、インドネシアニューギニア島西部を構成する大きな半島である。直訳すると、鳥頭半島。半島には80以上の村が点在する。ニューギニア島の北西部の端にあって、半島の周囲の距離は約200から300キロメートル。東に、チェンデラワシ湾、極楽町湾、南に、ビントニ湾を面する。地理的に多様で南は、海岸平野、 三千メートル級の山が連なるアルファク山脈とアルファク山脈より少し標高が低いタンラウ山脈が北にある。標高2420メートルのボミラウ山はタンラウ山脈で最も高い山である。半島の南東部はチェンデラワシ湾国立公園に指定されている。標高千メートル以上のところに熱帯雨林のエコリージョンがあり、面積は 約2万2千キロ平方メートルのうち50%以上が保護地域内である。少なくとも20の固有種である半島の300以上の鳥種が生息しており、非常に限定された地域で生息されている。アルファク壁町、茶色ニワしどり、ボーゲルコップバウアーバード、吹き流し風町などが生息している。近年の道路建設、違法伐採、商業、農業の拡大により、 生態系破壊の懸念がある。考古学上、この地の発見は少なくとも約2万6千年前に遡り、定住されたと考えられている。住民のほとんどが内陸や海岸沿いの村に住んでいる。コプラ、ベトウモロコシ、ピーナッツを栽培し自給自足の生活を送っている。ありがとうございます。